札幌市豊平区の羊ヶ丘展望台では、週末に訪れる人が先月と比べて4割ほど減り、団体旅行のキャンセルも相次いでいます。飲食するとこではもう喋らず食べさっと食べてもう出るっていうような感じあまり長居しないように、うん、鈴木のファン買ってすぐに戻ろうみたいな。札幌市時計台では10月に入って来場者が持ち直してきたものの、今月に入り減少が目立つようになったということです。キャンセル料がすごいかかるので、それで来ちゃいました密なところとかには行かない、屋外の観光スポットだけを回るとか。道は週明けにも独自の警戒ステージを3から4に引き上げることを検討しています。